はい、オルガンライフです。こういう炭酸型の充電池、まあ、最近主流になりましたよね。ただ、まあ、今でも単2とか単1とか、大きい電池も時々あります。まあ、そういう時にこういうスペーサーを使うと、炭酸型の充電電池も使いますね。まあ、ただ容量は増えないです。当たり前ですけど。これ意外に知らない人いるんですよね。こういうスペーサー、電池メーカー、パナソニックが純正で作ってるから、まあ、使っても問題ないのかなってね。ただ大容量の電池には使うなみたいな。で、私、エネループ時代のものを持ってたんですけど、このパナソニックのこのエボルター世代になってから、ちょっと変わりましたね。昔、こう電池入れて、この、純正の電池のお尻が飛び出すタイプだったんだけど、今は完全に、こう、中に入りますね。あれ？アイマークを合わせて入れる。これ、こうだ。これで単一電池として使えますね。これ嬉しいですね。まだまだ単一電池、特に古いものだとありますので、まあ、そういうので充電電池を使いたい人、単一型っていうものもありますけど、まあ、あれは高いし、あと充電器も専用のものがいる。でも炭酸型だったら、もう今持ってる充電器がそのまま使える。だから、まあ、便利なのかな、そう思いますね。経済的で。ただ電池の交換サイクル、もともと単一の入ってたこの装置で使う場合はどのくらいだ、3分の1ぐらいかな、そのぐらいにはなりますね。まあ、ただ炭酸電池が単一の機器で使える。まあ、普通の電池も使えるんじゃないかって思われそうですけど、ここでは使うなって、充電式電池を使ってくださいとのことですね。ぜひこのスペーサー、アダプター使ってみてください。